高野武則高野武則から1919 19年1月4日は日本の検事、裁判官、弁護士、政治家、実業家。1854年2月20日、仙台藩一門渡りだて家の家臣である高野武史時期、久子の次男として岩木国歌軍や千古屋村に生まれる。1868年、母親戦争に藩軍として従軍。 未開館を卒業し、角田県立学校上京、岩前県庁所下見春出張所勤務を経て上京、東京で大北加藤の所生となった。1880年に大木の推薦により、県事に任用され、大阪城等裁判所、島根県松江裁判所等で勤務した。1883年、判事に転任。1891年札幌裁判所長。 1894年、新潟地方裁判所長を歴任した。1896年5月13日、初代台湾総督府高等法院長に就任、台湾総督府民政局法務部長も兼任した。同年6月7日、首相、伊藤博文、会長、西郷嗣道、台湾総督、桂太郎らと共に、巡洋艦、吉野で台湾に赴任。 1897年、台湾総督府高等法院長の職にあった高野武則は、野木丸介台湾総督の上層を受けた内閣により10月1日被職を命ぜられた。高野は、被職の命令に対し意見であるとして、抵抗を繰り返した結果、当時の内閣総理大臣であった松方正義により12月16日懲戒免官、意気返上を申し付けられ、 最終的に警察の力を持って聴取者から排除されることとなった。1902年8月10日、宮城県軍部選挙区から第7回衆議院議員総選挙に出馬し落選。同年12月3日、東京地裁検事局に弁護士登録。1903年3月1日、第8回総選挙で初当選。1904年3月1日、 第9回総選挙で落選。1908年5月15日、第10回総選挙で再び当選。高野が社長を務める新宝石油株式会社に関わる詐欺事件で金庫刑を受けていた県が衆議院議員、選挙法違反であるとして国会で審議され賛成多数で退職することとなった。1919年1月4日、 事故の経営する宮城県お鹿郡、稲井村金山近郊の調査のため、仙台駅に立ち寄った際、駅の待合所でそっと押しそのまま死去した。ありがとうございます。